白中、写真右、マミアヒ中、菊池苦労、左、武藤雄五郎、明治三年頃、菊池先生日、広崎公園、菊池苦労から1926年1月1日は、日本の武士、教育者、管理、政治家、東欧義塾創立者、新聞、東欧日報創刊者、東津軽軍軍長、初代、第七代広崎市長、 山形県知事、農商務省農務局長、衆議院全員委員長等を歴任。意名は武之、東欧の西郷隆盛と言われ絶賛された。正五位、訓四等局実小受賞。広崎藩、菊池慎太郎の長男として、広崎城下に生まれる。陽名は清太郎。藩校、慶子館に学び、高官の学を収め、1864年より、 藩の勤務。藩校、稽古館で、主官を務める。母親戦争に際して反論が新政府市町に傾くと脱藩して、省内藩に向かう。奥上え連藩同盟のために、大宇閣藩の間に、本田洋一と共に奔走してた魔校があった。母親戦争後の維新の政変に際しては、広崎藩に捕らえられ優秀の身となったが、許されて藩の賛辞となる。 1868年広崎藩主、津軽津明に随行して判明により、洋楽の最高峰と言われていた、慶応義塾に入る。広崎藩から慶応義塾への藩比留学生には、文久1年11月入塾の木村拓也、文久2年5月入塾の工藤和佐次郎、元治2年1月入塾の吉崎と予作慶応元年5月入塾の上達太郎、佐藤弥六。 シラとユう字らがいる。1870年鹿児島へ留学して、薩摩藩の西郷高森に浸水する。同藩の兵学校に入り、平成や砲術を研究。広く内外の形成に触れ、開国新種の思想と育英事業の思想に改眼した。鹿児島から帰京した後、旧藩主、津軽嗣明らの援助を受け、藩校、慶古館の校舎を利用して立官営学校を起こし、 東欧義塾と名付ける。教師の世話を頼むため、上京して、福沢諭吉と面会し、長場と、丁次郎、吉川大二郎の二人を教員として引き連れて帰京。東欧義塾は、津軽家の支援のもとに運営され、創立当初の東欧義塾は、慶応義塾弘前文工的色彩が強く、慶応義塾出身の吉川大二郎の下に教授、助教授、領官36名。 会計3名、漢学映画国学部の体制で、開校当初から、生徒数は400名という大変な盛況であった。漢学の教授には、漢学者の金松聖子とが就任。1877年に、西南戦争が勃発すると、東欧義塾の文下生を引き連れ上京。広崎を出発する前日の6月23日、メソジスト監督協会のジョイングから洗礼を受ける。 教師、熟成二十数名が参加し、菊池は一等中継部心得を命ぜられる。しかし、東京で待機中に西南戦争は終わり、広崎藩士族の従軍は戦争に赴かなかった旅団に編入された。明治21年11月22日、当時の青森県下唯一の有力紙は、官僚の御用紙と言われた道のく新聞であったが、菊池はこれに対抗して、 民権新調の目的で東欧日報を誕生させ、初代社長となる。しかし、明治23年になって経営難に陥り、株式会社を解散し、坂木清めと鎌田博士の三人による個人経営に切り替えた。以後数々の困難を克服して、現在に至っている。百八十九年市町村制の実施とともに、広崎市はいち早く姿勢が取られ、 初代広崎市長に就任。第1回衆議院議員総選挙に出馬し当選。以後当選9回。1897年に第6代山形県知事となり、松方内閣が与党である新歩党から交換抜擢に際して、高等間2党に任官。明治31年農商務省のオ務局長。日露戦争後に、正5位、訓4党を受ける。 明治41年立憲政友会、新保党の両党から押されて、衆議院全員委員長になった。同年、62歳で政界を引退。明治44年に第7代広崎市長に再度、就任。大正15年1月1日藤沢市で死去する。葬儀は、東欧義塾葬として、キリスト教式で行われた。広崎公園に、聖徳碑がある。ありがとうございます。